ルビッシュ投手、浅井局のジェントジェンの川下と申します。燃えろカーシャスタジアム。どうもジャイアントジャイアンのカーシャだよ。今日も動画始まるよ。さあ今回はダルビッシュ投手と戦った助っ人外国人の選手たち野手編ということで、前回もやりましたけども、ダルビッシュ投手と一緒に戦った助っ人外国人の選手の紹介をしていくという動画ですね。なんとかね、ダルビッシュさんにこの動画を見ていただきたい、聞いていただきたいという自存でやっております。まあ、最悪もうダルビッシュさんに見てもらえば、他の方に見てもらわなくてもいいと思ってこの動画を作ってます。いや、それじゃダメだよ。いつも見てくれてる人も大事だよ。さあ、それではダルビッシュ投手と戦った野手の助っ人外国人選手を紹介していきましょう。まずは、スレッジ選手。スレッジ選手は、2008年、2009年、そして2012年、日ハムで戦った選手なんですけども、ダルビッシュさんとは2008年、2009年と一緒に戦いまして、スレッジ選手がダルビッシュ投手に焼肉をおごってくれよ、なんて言ったこともあったそうです。そんな、スレッジ選手の情報、言ってくよ。ある日のヒーローインタビューで、ちびっこから、勝負パンツは何色ですかって聞かれた時に、一瞬絶句して、ブラックって答えてました。黒かよ。勝負パンツ、黒かよ。そしてもう一つ、スレッジ選手。悩みが、癖っ気です。悩まなくていいよ。そんなことは悩まなくていいんですよ。ちなみに髪の毛の巻き方向は、時計回りらしいです。どうでもいいよ。さあ、次はですね、ボッツ選手。2008年、2009年、日ハムにいた選手なんですけども、パワーが溢れる打撃が持ち味の選手です。ダルビッシュ選手とは2年間一緒に戦った選手でございます。そんなボッツ選手の情報言ってくよ。2009年の春季キャンプで梨田監督からバッティングのコツを蕎麦屋の出前でアドバイスされるんですけども、ボッツ選手アメリカ人だったんで、その例え全然理解できなかったです。これは梨田監督が悪いよ。いや、蕎麦屋の出前はわからないよ。さあ、最後行きましょう。最後は、スケールズ選手。2011年に日ハムにいた選手なんですけども、ダルビッシュ投手とは1年だけ一緒に戦った選手でございます。そんな、スケールズ選手の情報、言ってくよ。スケールズ選手、オフシーズンは、高校で数学の非常勤の講師してます。頭いいのかよ。いい小遣い稼ぎだよ。さあ、どうでしたでしょうか。2回連続ダルビッシュ選手と一緒に戦った選手を紹介しましたけども、ダルビッシュ投手は見てらっしゃいますでしょうか。一応そのね、ダルビッシュ選手に聞いてもらいたくてこの動画を作ったんでね、まあなんかそのリプとかね、リプという、まあリプじゃなくてもいいですよ。なんかリツイートとかね、なんかこう、この動画良かったよとか言ってくれたらいいですよね。いや、高望みしすぎだよ。つけ上がるんじゃないよ。でも、よかったら、お願いしますよ。さあ、今日の動画は、終わりだよ。皆さん、チャンネル登録と、高評価も、お願いしますね。チャンネル登録、お願いだよ。Twitter とインスタの、フォローもだよ。